今回は毎日給食を美味しく食べてもらおうと働く皆さんにお話を伺いながら調布の食育についてご紹介します。調布市では市民一人一人が生涯を通して健康で豊かな生活を送ることができるよう調布市食育推進基本計画第3次を策定しました。市では食育を推進する主体である家庭、行政、地域に働きかけ、個人だけでなく皆が手を取り合い食育を推進していくことが大切と考えています。まあ、地元っていうのもあるんで、なるべく新鮮でみずみずしいものを食べてもらいたいなっていうのはありますね。はい。やはりその加熱前のもの、生肉とか、あと加熱後のもの、それを動線を分けたりとかしています。やはりみんなが美味しく食べてもらえることが一番です。はい。皆さん本当に美味しそうに食べてるんですよ。ちょっと今何食べてるんですか？スープ食べてます。スープどうですか？味、美味しいです。何のメニューが好き？卵とわかめが入ってるスープ。給食の始まる前ってどんな気持ち？いつも早く食べたいなみたいな、だしみたいな染み込んでて、あれスープもだしの味がしっかりしてて美味しかった。子どもたちが美味しそうに食べていた給食、私にもご用意いただきました。まずは武田さん、はい、この献立をご紹介してください。はい、それはこちらが、親子丼、こちらが昆布和えになります。そしてこちらが若竹汁で、デザートにメロンと、あと飲み物牛乳になります。はい、ではまずメインの親子丼をいただきたいと思います。すごく野菜がたくさん入ってますよね。いただきます。ん、熱々ですね。はい、今出来たてを持ってきました。あれ、私の時ってこんなに熱々だったかなと思ってちょっとびっくりしました。続いてこのスープもいただきたいんですが、はい、この小松菜は調布で採れたもの、はいはい、なんですよね。調布の農家さんがおろしてくれているお野菜が持ってきてもらったものです。はい、うん、うん、シャキシャキ。本当ですか？すごい、ね、味がしっかり染み込んでるので野菜が苦手な子どもも、はい、もりもり食べられそうですね。するといけると思います、うん。はい、こうメニューを見てみると本当に、はい、野菜がたくさん入っていて、はい、栄養も満点だと思うんですが、はい、栄養面では、はい、どんなことにいつも気をつけてらっしゃるんですか？そうですね、なるべくお家で取れない野菜とかもあると思うので、そういう野菜を多めに入れたりなどしています。はい、そしてやっぱり給食といえば、はい、子どもたちの体を作る大切なものだと思うんですが、はい、安心安全に作るためにどういうことに気をつけてますかね？はい、衛生だと毎日チェック表というものがありまして、そちらをチェックして異物が入らないように衛生の温度チェックなどをしっかりしています。でも食育っていうとやっぱり学校だけじゃなくって家庭でも大切だと思うんですが、はい、どんなことに家庭では気をつければいいですか？そうですね、給食だよりにも載せているんですけれども、よく噛むとどういういいことがあるかなと書いてみたりとか、あとは給食の献立紹介をしたりしています。そういうものを見ながら、はい、家庭でも
ちゃんと考えることが大切なんですね。そうですね、見ていただけたらと思います。今日は親子丼でしたが、他にはどういったメニューがありますか？あとは運動会前だとカツカレー、勝負に勝つということでカツカレーを出したりとか、あとはクリスマスにはクリスマスのメニューを出したりなど、行事に合わせた食事、給食を出しています。子どもたちからの反応で、一番嬉しかった言葉って、どういうことがありますか？そうですね、最近1年生が入ったんですけれども、最初に食べた給食がこんなに美味しい給食は食べたことがないって言われたことがすごい嬉しかったです。そうですよね、本当に、私自分の時の時代と比べて、本当に美味しくなったんだなと思いました。今日は美味しい給食ありがとうございました。これから武田さんは、どんな思いで子どもたちに給食を届けていきたいですか？栄養面も十分大事で、あと味も美味しいと言われる給食、学校で作っているので美味しい給食を届けたいなと思います。ぜひこれからも子どもたちに美味しい給食届けてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。